えとブログのテーマの展開の方はですね、まあ、偶然ではあるんですが、えー、今年の平日の一番最後のブログにですね、えー、世界情勢激変の最終回、えー、日本の政策ということで、えーまあ、整理ができたということは大変に良かったなと思っております。えー、私このことで、えー、この前もちょっとお知り合いの人といろいろ話をしてですね どんんなもんだろうかどういうものがやっぱりこれからの日本に必要で、えー、それが大切なのかとまあ私はいつも自分が親であり孫がいて私自身の人生というよりかむしろやっぱり子どもとか孫がですねこれは自分の子どもとか自分の孫じゃなくて日本の子どもたち日本の孫たちがですね、えー、私たちよりかいい人生を送ってもらいたいというふうな気持ちが強いんですね。 私はあの戦争中に生まれまして本当にあの小さい頃は貧乏で食うも食わずというような感じだったんですが次第にだんだん発展しですね本当に自分自身の人生は体も弱かったしいろんな波風もあったんですがまあ日本全体まあ本当に日本がですね発展したおかげで私もそのおこぼれを頂戴した僕の子供もも孫も頂戴しようとしているということなんで。 それに対する感謝の心が私に強いもんですから私はどうしても自分この日本の子ども日本の孫たちがよりいい生活をができるようなそういうその日本を残したいという気持ちが強いんですね。それで話をみんなとした結果ですね今の感じではですねやっぱり昔はですね、まあ、やっぱり政治っていうのは非常に重要で。 まあ中選挙区制で自民党が2人とか3人とか立ったもんですからまあ自民党同士で切磋琢磨してそれから受かるかどうかは選挙に出てみなければ分からないという緊迫感もあってよかったらしいんです良かったんですが今は地方の人に聞いてみますと小選挙区で落ちるかどうかの心配はないというようなところが多いとやはりあの今の野党はですね 現在とあまりに政策が違うんですね、まあ、共産党は共産主義ですからはっきり分かりませんし立憲民主党にしても言ってること全く非利滅裂なんですねやっぱり私は自民が2つに分裂してアメリカのように民主党共和党みたいな感じで、えー、政策をこう議論し合うということにならなきゃいけないこれがまあ第一かなとそれからも私やっぱりその日本が発展するためには えー、研究開発が非常に重要で、まあ、特に日本の場合、えー、現在資源とかですね、まあ、あらゆる工業製品の原料とかを研究開発で得てるわけですのでどうしても役に立つ研究いうのをやめて、えー、広くですね、えー、みんなが同じようなステージで大学の先生方とか研究所が研究をしそれから民間はですね国からの補助金をあてにするんではなくて えー、やっぱり自分からのリスクで自らのリスクでやるという、まあ、そういうことが必要ではないかというふうに思うんですね。だからまあこれは政治を良くして研究開発を盛んにするという、まあ、本当に王道ですね、えー、王道をやっぱり歩く必要があるというふうにまあ思うわけですね。えー、それからあえー、っと社会が大きく変わります。まあ 今年50歳になった人の平均余命が50年になりですね100年時代というのがまあもう来てしまったわけですね。そうしますと0歳から50歳までの第一の人生に対して50歳から100歳っていう第二の人生が同じだけあるということですね時間がですね。今までは55ででではは定定年年年ししたたらら平均寿命は70で15年間65で定年したら 平均寿命が80でで年間というふうふにですね、えー、常に老後というのはもう第一の人生が終わってただなだれ込むような感じだったんですがこれからは第一の人生と第二の人生という二つの人生が来まして、まあ、それぞれ50年ずつですから計画をしっかり立たなきゃいけないという点で、まあ、定年とか年金とかですねそういった今までの社会構成に根ざす制度をですねやめて。 定年についてはできるだけ長い間元気で人生を謳歌する年金はすべてを生活法一本にして若い人も体の具合が悪くなる人もいるし、えー、高齢者もそうだという体制に変えるそれから、まあ、私の昔からの持論なんですが大学受験の全,全面廃止と、まあ、これは私の教育の実績でですね試験は必ずしも私あの教育に携わる前は やっぱり受験とか試験とかいうものが、個人の学力に非常に大きく貢献してると思ってたんですけども、自分で経験してみます。とどうもそうじゃないということで。まあ先進国ではほとんどありませんしね。まあ、大学受験を廃止する時期であるというふうに思います。まあ、こういった社会のシステムの大幅な変更っていうのは非常に大切じゃないかとまいうふうに思います。それから、やっぱり社会が公明正大であるってことが大切。なんでまあ、商法の改正。 まあ現在の商法が資本主義になってますね、えー、会社は株主総会で決めるそうじゃなくて、えー、日本古来の従業員のための会社そういう憲法とマッチしたものに変えていく必要があるだろう日本国憲法は民主主義ですからやっぱり商法も民主主義じゃしけないといとうふうに思うんですねそれからまあ所得格差が広がるとやっぱり社会的な不公正が起きりますから格差10倍以内ということで、えー、最低賃金 年収で5 0 0万最高所得年収で5000万という制度にするべきであると思いますね。それから消費税税金がやっぱり現在 GDP 全体で500兆円に対して、まあ、税金というか国庫予算が 100, 100兆円ということは20%ちょっと大きいんでですねやっぱりこれを50兆円まで減らすと、まあ、これはえっと国債の関係もあるんですが一応50兆円まで減らすということで。 現在の消費税これから消費税が10%になるのをよしとすればですねそれに見合う所得税20兆円を減税してそしてまあもしかするとあの所得税よりかはえと遺産相続税を20兆円減らしてもいいかもしれませんが新しい社会に目指すということですねまああの遺産相続税がないとですねえなくなるとどういうことが起こるかというと建物なんかが残るんですね。ですから 古いな街並みがそのまま残る。だから、例えば遺産相続税で,では現金には課税しても、えー、資産に課税しないように、家とかそういうものに対する文化財って言いますかね。そういう,う町としての価値のあるものに課税しなければ随分きちっとした街ができると思います。まあ、全体的にもちろん、それ以外に nhk の番組をもっとかい。あの改善してですね。やっぱり国民側に向いた。 えものにするためには現在のように総務庁とか国会にごまをすらなくてもいいような NHK を作らなきゃいけないしまあ民法はある程度コマーシャルがあるから仕方ありませんがやっぱり民法もですね報道の大切さっていうのをもう一回認識してもらってあと制度上はですねえ電波オークションを始めたりえそれからあーえーとメディア関係の資本独占をやめるってことですね。テテレビ局はテレビビ局局はだけ テレビと新聞と雑誌となんていうふうに持っていることができないような法規制はこれはどうしても必要だと思いますそういった報道関係の改善これは報道の人自身にとっても将来性の開けることじゃないかと思うんですねそれから例えばあの日本独自の文化と言われるような例えば従業員のための会社私はねえー、っと18世紀に共産主義ができて資本主義ができて共産主義ができたのは ヨーロッパは資本主義というまあ僕に言わせればくだらない制度を作ったからそれに対して共産主義が生まれそれによって戦いが生じたんですがその時は残念ながらもし日本がですね、まあ、江戸時代だったからしょうがないんですけど日本文化というものを世界にアピールできれば資本主義じゃありませんからね日本文化っていうのは共産主義も生まれなかっただろうと思うんですね従業員のために国民のために 天皇陛下は民のかまどはにぎわいのけりといい会社でも上司と部長と平社員の給料の差はほとんどないと、まあ、そういうようなですね、まあ、日本文化、まあ、これは戦争した時の、えー、乃木大将の水し絵とかですね、まあ、そういったものに現れるような、えー、世界に誇るべき日本文化をですねむしろ日本の中でもう少し理論化し標準化してですね 日本独自の文化ではないとこれは世界の標準的な文化として最も優れているんだということをはっきり言えるような日本社会というものを作ってそれを子孫に渡したいと、まあ、このようにまあ年末にあたって思うわけであります。